函館湾海戦は、母親戦争の一連の戦闘のうち、函館戦争における一戦闘であり、1869年5月20日の新政府軍の江戸上陸から6月20日の函館、総攻撃までの間に、函館湾で行われた海戦である。北海道南部に寄った函館政権の艦隊は、海天丸を中心に、万竜丸、千代高立丸の三隻の軍艦からなっていた。 それに対して、新政府軍は、鋼鉄艦を機関として、朝日丸、春日丸、陽春丸、延年丸、堤防丸の6隻の軍艦からなり、艦砲射撃で陸上の要塞を破壊して、陸上部隊の上陸を支援することを主任務としていた。朝日丸を撃沈する万竜丸6月10日に、千代田形丸が新政府側に打破され、函館政権の軍艦は回転丸と、万竜丸だけになる。 両艦とも数多くの命中弾を受けながらよく戦ったが、6月16日に回転丸の機関部が損傷。弁天台場付近で意図的に座礁させ、砲台的に利用されるようになる。6月20日の函館総攻撃の折には、万竜丸が新政府軍の朝日丸の弾薬庫に砲弾を命中させ、朝日丸は爆発、合沈。これによって、 箱館政権軍の指揮を大いに高めるが、ヴァンルーマルも損傷を受け、浅瀬に乗り上げて放棄された。この戦闘で、箱館政権はすべての軍艦を喪失し、箱館戦争における海戦は終了。母親戦争の最終部隊は陸戦へと移った。政界権を掌握した新政府軍は、鋼鉄艦により、箱館政権軍が拠点とした五両閣への艦砲射撃を、 旧暦5月12日に開始、同月18日に、箱館政権は降伏した。ありがとうございます。